リボンチャンネル。4月。いよいよ君らも3年生や。受験や進路に向けてしっかり頑張るんやで。1年間よろしく。ゴリラかよ。古谷先生とクラス離れました。宇佐美さん、3年生もお亡くなんて嬉しいです。俺もナルルとジョーとうちは同じクラス。そしてキミシマンとイノリンは。よろしく。こちらこそ。古谷先生のクラスです。うわ、やっぱり寂しいな。わかりますよ、宇佐美さん。え、キミシマさんと離れて辛いですよね。違う。俺と一緒で照れてるんやろ。それも違う。ほら、顔。うわー、嘘、どうしよう。やったやん、ゆい。どちら様？あ、ごめん、突然。私、笹岡ゆい。文化祭のバンド見て、ジョー君のこと知ってて、おなくらなれたらいいなと思ってて。はあ。ゆいちゃん、よろしく。ゆい、うちも紹介して。うちも。ジョーがモテてる。嘘やん。ま、君島さんがいないこのクラスでモテてもねえ。ああ、なんか言うた。成瀬ちゃん、いいえ別に。なんやねん。所詮2番手ですね。なんやとこら。ああ、寂しいなんて言ってる場合じゃないかも。やっぱり成瀬さんって城ヶ崎くんのこと好きなんじゃないの？やんなぁ。うちも絶対そうやと思うんやけど。でも顔合わせると喧嘩になるんやな。前まで2人いい感じやったのに。まあみんなが宇佐美さんみたいにバカ正直なわけじゃないしね。素直って言って。ほんま素直ちゃうよな。ファンが会いに来て嬉しいくせに。別に。宇佐美さんの目当てはあれでしょ。ほら来たよ。先生おはよう。おう、チャイム鳴るぞ。席座れ。最後まで動画を見てくれてありがとう。ポシュ、チャンネル登録よろしく。ポシュ、グッドボタンやコメントも待ってる。ポシュ、リボンチャンネルは毎日更新中。これは毎日見るしかない。ポシュ、次の動画も見てねー。